今日も一日お疲れ様でした。ケントゥです。ということで、今回はですね、ちょっと元気を出したいなということで、好きなものを好きなだけ食べる日にしようかなと思います。あ、どうもお久しぶりでございます。これがなんか届いたんですよ。なんかこんなコピーの感じでいいんかなと思うんですけど、見て、これ見える？ドミノピザがね、L サイズ1枚頼んだら2枚 M サイズ無料らしいんですよ。でも調べた感じだと、全部で半額以下くらいになるという神キャンペーンをやっておりましたので、まあ、最近ね、いろいろありましたので、まあ今日はもう好きなもん好きなだけ食べようかなということで、まだピザばっか食べてもね、ちょっと良くないと思うんで、まあ一応それに合うような付け合わせを2つぐらい作って、久しぶりに屋上で食べようかなと思います。どうですか？最近めっちゃ暑くね？もう10月ですよ。はい、ということで作っていきたいと思います。あ、ピザ頼みますということで、ピザは何を頼んだかはちょっとね、後でのお楽しみということで、あー、もうちょっとすでに、ね、汗たくさんかいてますけど、あんまり見ないようにしてください。お願いします。ということで、今回はピザとプラスで2品作ろうと思ってて、1個は、玉ねぎをね、ただ焼くだけなんですけど、これがめちゃめちゃ美味しくて、はい、ちょっとね、この日を境にハマってめちゃめちゃ作りまくってるんですけれども、それをね、さっと作っていこうかなと思います。って言ってもマジでめちゃめちゃ簡単で、ただ切って焼くだけなんですけど、あ、なんかちょっと綺麗に切れてご満悦みたいですねということで、これをね、焼く前に一回軽く塩を振ってチンしておきます。これでね、結構時短になるんで。ということで、次が、アボカドディップのワカモレを作っていこうかなと思います。で、アボカドのね、選び方なんですけど、緑のやつよりは茶色のやつ選んだ方がいいかなみたいな。あとこうね、お店であんまできないですけど、こう指でギュッて押した時に型が残るぐらい柔らかいやつの方が僕的には美味しいかなと思います。ちょっとアボカドの若いやつって青臭くて、しかも硬いんで、僕はね、あんま好きじゃないんですよね。あと特に硬いと、こういうディップ系にするときは身が潰れないので注意してください。ということで、玉ねぎできましたけども、気をつけてください。あ、そうですねはい、ほいで、もう秋ですけれども、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか？これ見てる方はどう思うかわかんないですけど、僕的にね、めちゃめちゃ久しぶりの動画なんですね。で、まあ1週間動画空いたっていうのもあるんですけど、それどころじゃなくて、僕9月動画をね、1本も撮影できなかったんですよ。まあちょっとその理由とかはね、まあ今のところ話さない予定ではいるんですけれども、その時出してたのは3本かな。でもそれも全部8月中に撮影が終わってたものだったんで、まあ、その撮影をギリギリどうにか頑張ってやってみたいな感じで、はい。おー、ちょっとなんか音がやばいですけれども、音やばいんですけれども、すいません。そうで、まあなんだかんだでどうにか、まあ撮影とかもできるようになってきたんで、なんか久しぶりにということで、まあリハビリ的な意味も込めて、今回はあんま難しい料理はしないようにということで、こんな感じで、一つはただ切って混ぜるだけ、もう一つは切って焼くだけという、まあ、初心者の方でもできるのではというような料理になってますね。ということで、玉ねぎこんな感じで、えぐえぐえぐ、どうですか、これ美味しそうじゃないですかで、レンジでチンしておくことによって、あれぐらい強い火でね、攻めても中まで火が通ってないってことがないっていうのがチンをするいいところですね。はい、ということで、お野菜たちを細かく刻んでいくんですけど、まあ1人分作るんだったらアボカド1個に対して他の野菜とかはね、本当にちょっとずつでいいんで、まあなんか余ったら別の料理に使うなりなんなりしようかなと思っております。あ、でも僕の場合これ好きなんで、何回も作ると思いますアボカドあと何個か買ってきてまた作ろうかなと思いつつ、やっぱね、玉ねぎとかもなるべく、まあ、ちょっと面倒ではあるんですけれども、こんぐらい細かく刻んでおいた方が、食べる時の食感がね、楽しめていいんではないかと思います。で、これ玉ねぎ
4分の1使ったんですけど、それでも8分の1にしました。ということで、まああとトマト切っていくんですけど、これもね、全部は使わないんで、まあミニトマトとかでも良かったかなってちょっと思いましたね。で、気づいた人いますかね？こう包丁変わってるんですよね。そう、これ3本目なんですよね。気づいた人いました？柄の部分が前のやつ、緑とかやったんですけど、そろそろ切れ味が落ちてきたんで、ずっとこの京セラの包丁使ってるんですけど、めっちゃいいっすね。かぼちゃとかそういうのだとね、さすがに鉄の包丁使うんですけど、セラミック一度使い始めるともう戻れなくなっちゃう。ということで、トマトも半分ぐらいだけ入れて、これは保存しておこうかなと思います。で、最後ハラペーニョ、これ全然最後じゃないかハラペーニョを本当はね入れたいんですけど、なかなか売ってなくて、今回はししとうを使いました。こうやって端っこ落として、なんかグリグリやると種がいっぱい出てくるので、やった方がいいと思います。という感じで、これも細かく刻んでいきますよっていう感じで、これちょっと一回チンしたんで、なんかこんな姿になってますけど、大丈夫です、食べれますなんかニンニクの生の感じのなんかえぐみというか、苦みまではないけど、があんま得意じゃないので、こういう時はね、ちょっとチンして入れると和らぐかなと思います。ということで、ジンジャーエールを飲みながら、最後ライムですねを切っていくんですけれども、これもちょっとね、1個今回初めてやるこだわりというか、普通これさ、こう絞って終わりじゃないですか。でも普通にこう果肉入れた方が美味しいんじゃねって思ったので、今回は果肉を刻んで一緒に入れることにしました。玉ねぎはこんな感じでですね、入ってきておりました。ということで、最後、まあ、味付け塩コショウとなんかバジルとかタバスコとかオリーブオイルとか、まあ、今回は結構簡単だったんじゃなかろうかということで、ということで、あのピザ来たんすけど、やばいです絶対食べれない、やばいって。これ2枚でも無理なのに、これ何、こんなん、俺こんなん頼んだ、イカれてるよ、やばいって。予想外すぎてちょっとビビってるんですけど、ちょっと一旦屋上持っていきますね。はい、お願いします。いやー、これサムネ撮れる、大丈夫これで。一旦こうやっとくか。ちょっと今回はお飲み物、ちょっとね、トマトジュースをね、最近あのいただきまして、ありがとうございます。ちょっとこれでさ、レッドアイを作ったら美味しいんじゃなかろうかと。まあ相変わらずノンアルなんですけど、いやーす、うん、綺麗だね。うわ、こんな綺麗なの、トマトジュースって。あっち、え、だって10月ですよ。すいません。あーだこら、はたこらね。うわ、綺麗だ、めっちゃ綺麗。レッドアイとピザってなんか意外とない組み合わせだったかも。じゃあすいません、久しぶりです、いただきます。いただきますって言ってるやん、もうだってね。よし、そう、 M ピザ2枚はね、日をまたいで 2,3 日かけて食べることにしました。あれ一応ね、ラップで包んで冷凍とかもできるんで、まずこれも食べれるか分かんないしっていうことで。うわ、うまっ。え、これやった方がいいよ絶対に。これ食べてみよう。いや、これ絶対うまいっしょ。よし、うん、うまっ。これはこうよ、うまっ。これもっと早くやればよかった。なんか今まで玉ねぎをただ焼くっていうだけやったことなかったんですけど、思いつきでやってみたらめちゃめちゃうまいな、これ。じゃあいいですか、すいません。まずは普通に、うまっ。これをさ、乗せるわけですね。いや、もうこういうことですよ、最強じゃないか。これを、
な。おいで、これですよ。まあ、本来はね、あのトルティーヤチップスにつけてディップして食べるんですけど、これをピザに乗せたらうまいんじゃなかろうかと。おお、こんな感じじゃない？あだ。あっち、マジで。なんかでも日差しめっちゃ被って喋ってるけど、日差しはなんかまろやかっていう言うのかわかんないけど、なんか日差しのヒリヒリ感はなくなりましたね。暑いけど。何乗せよう。これかな。大丈夫か。乗っけると。刻んだりとか細かい作業ばっかだったんで、大変っちゃ大変ですけど、その価値ありますね、これは。あとタバスコめっちゃ入れたのがちょうどよかったですね。めえ、ピザってなんでこんなうまいんだろうな。なんか本当か嘘か知らないですけど、世界で一番中毒性がある食べ物がピザらしいです。これはキノコが乗ってる。キノコとベーコン。これはめっちゃ鼻かくやん。そう、秋花粉の方います？秋花粉やばくないですか？そう、でも僕ね、アレルギー検査したって言いましたよね。5000円ぐらいかけてしたんですけど、アレルギー無反応だったんですよ。なんもないって言われて、でその後にあのアレルギーの薬出されました。何？どういうこと？だから鼻かゆくて、また最近。うわ。もうわけわかんないよ。いやマジでこの玉ねぎポテンシャルえぐいっすね、本当に。これに、まあ、今回塩コショウだけだったんですけど、まあなんだろう、醤油とか。醤油か焼肉のタレとかかけて、これ1枚でワンチャンご飯1杯分ぐらいいけるんじゃないですか。全然いけると思う。節約料理にもなりそうだ。でちょっとね、もう結構お腹いっぱいなんで、あの4種類一通り食べて終わろうかなと思います。ということで、サラミにアボカドめっちゃ乗せる。うん、やべ、なんかピザの粉、粉で触ってしまった。うわ、金木犀の匂いするわ。で、思い出したけど、秋服って買ってます？なんか今秋の服とか冬の服めっちゃ売ってるけど、僕全然半袖短パンで過ごしてるんですよね、まだ。まあ多分僕めっちゃ歩くんで、多分それもあると思うんですけど、僕のちょっと1週間の歩数載せとこうかな。多分1週間で10万歩以上歩いてんじゃないかな。全然2万歩歩くときもあるし、少なくても1万歩かなみたいな。そう、俺眉毛今ボーボーだと思うんですけど、ちょっと明日まで伸ばさなきゃいけなくて、眉毛サロン行くんで、明日大変です。眉毛サロン行って、脱毛行って、美容室行って、針で午前中撮影ということで、次の動画ぐらいから、あの髪もね、こうだいぶ長くなってしまったんで、まあいろいろ変わってると思うんで、はい、またお楽しみにということで、まあこれは明日までに食べます。でピザは、まあ、僕シェアハウスなんで、なんかいろんな人にあげようと思います。いや、久しぶりでした、僕的には。また明日。撮れてるかな、ちゃんと。いや、暑かった。